皆さんこんにちは、ペソでございます。小生録続きやっていきましょう。はい、引き続きここの内政はしっかりさせてもらってから、あ、でも2枚いるからな。できるだけあれだね、あの城塞地落としてからね。ん？あ、そっか、前回捕まったんだっけ。これが削れるようだったら、ほいといちゃダメですね。よいしょ、うん、はい、補給。あ、そっか、畑さん亡くなったから。新さんでしょ。ああ。ということはここは今、あ、空っぽではない。3000にしときましょう。
では行ってみましょうか。まあ失敗したら失敗したでね、あれなんで、まあ300切ってるからね、いけるとは思うんですけどね。ああ、はいはい、うん、余裕でした。中精度100だから難しいよね。ああ、はい、しないよね。もう、あ、もう次のターンで終わる。うわー、すごいことになってるね。あ、ちょっと待ってね、溢れたらいかんから一応ちょっと補給いう形で。ああね、やっぱりそうなるよね。なので1万5000だけは抜いときましょう。内容できる人はもういないんですよね。あ、兵力200か。あ、よし、高さ上がった。
球だけね、忠勝さんで攻撃させたいね。嘘だアップなさあカズマさん行きましょう。まあ無理だよね。物資が、ああまあまあありますね。そこそこあるんだ。だからここから出てね、市場を奪っちゃえばもう西岸家にもね、
あら、あかんこね。中性度変わってないよね。ねえ。ああ、来た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 。ではね、ここでちょっと終わらせていただいて、ターンスキップがねちょっと長いんで、それをちょっと収録外でしてみましょうか。で、動きがあればそこからスタートという形にしてみたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。